横丁方面に行きます。近江亭さんのビーフシチューも美味しかったよ。前来たことあるんだ。今日はここじゃないのでも、今日行くお店は行くお店はこちらの炙りどころ日の前さんに行きます。ここのサバの塩焼き定食が美味しいんだよね。いただきましょう。こんがり美味しそう。いただきます。こんがりいい音しますね。顔がI'm going to go.
ごはし聞くよ。あ、大丈夫だけど、そういう人が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 、そういう、美味しかった。炭火でね、香ばしく焼いてあって、とっても美味しかったよ。油が乗ってて、いいやつやさ、柳屋さんです。まだ早いかな、並んどこかな、並ぶ。どこは飲んどるって目的地はここ。切手に来ました。発音違うかも。中に入ります。ジュースとかお菓子もいっぱい。あ、これ美味しそうだね。ドライフルーツ美味しそうじゃん。ジュース、オレンジジュースだけでもこんなに種類がいっぱいある。そこ、なんか買ってこっかな。オレンジジュース高いからね。清見ジュース、どれにしようかね。これ一番高いの830円ですね。
ストレートジュースは美味しいよね。何にしようかな。はるかジュースの美味しさ。はるかジュースの方が高いですね。はい。これにしようかな。どうしよう。悩む。ゼリーも売ってる。まずはタオルを決めようかね。タオルを買いに来たのよ。ちょっと待って。これは何柄なんでしょう。椿か。椿。ラン。ちょっと待って。みかん。イメージであれば失礼します。こちらも瀬戸内の。瀬戸内の愛媛県の瀬戸内海をイメージしてるような。レモンですか？レモンとオリーブ畑とお花とか、あと鳥が飛んでたりも。わあ、鳥さんもいるんだ。で、これ。うん、こっちと。裏が柄が逆転するよ。あ、本当だ。ありがとうございます。荷物はこれ持ってる。庭。かわいいの。色で決めようかな。柄の雰囲気。なんかどうかどうかこの形のデザイン。この下にあるのって140センチでしたね。こちら以外は全部140センチ。じゃあここからで決めようかな。はい、あ、これ椿、あ、コチョウラン。コチョウラン、こちらがちょっと小さめですね。120センチ。ありがとうございます。このみかんにしようかな。これかわいい。みかん、みかんバスタオル。吸収率がいいのがいいな。さっき見てきました。バスタオル。あれ？これ？これと色違い？これの色違い。これ持ってる。これも夏っぽくていいね。でもこれ持ってるしね。これ持ってるんですよ。そうなんです。そうなんです。すごいふわふわで気に入ってます。こちらとか、うん、あ、いいね。さっきのみかんか。これもいいじゃん。あ、じゃあそれにします。ありがとうございます。みかんの大福も売ってるよ。みかん大福、みかん入ってんだ。ほら、すごい、丸ごと1個入ってんじゃん。綺麗だな、いっぱいある。豪華だね、これね、すごい。めでたい。お茶碗も売ってるね。お茶碗ね、見ないようにしてんだ。欲しくなっちゃうからね。柚子胡椒。柚子胡椒好きなんだよね。ポン酢。ふりかけポン酢だって珍しいね。なんかゼリーみたいになってる。炙りタイ飯。
フル鯛めし。レトルトご飯なのね。温めるだけなのね。買おうかな、鯛めしの素。タコ飯もあるじゃん。だよね。みかんの手ぬぐい、かわいい。なんか夏目漱石をモデルにしているそうです。かわいいね。大丸に行きます。小寿司の丼物、私大好き。すごいお米もぎっしり入ってんだよね。うん、これ大好き。うん、ずっとすんの？あ、ちょっとだけ。あはー、怖い。わさび、箸についたわさび。いただきます。知床寿司はすごい、なんかちょっとね、ほんのちょっとだけ入れ物がかさ上げしてあるんだけど、でも全然お米とかすごいギュッと入ってて、ネギトロとかもすごいすごい量が入ってるのよ。ネタが新鮮で、いつも東京駅行くとあれを買うの。私一人分のお昼ご飯買うときもあるし、家族の分も買うときあるし、知床寿司さんもおすすめです。今回はこちらのはるかジュース買いました。普段私お茶とかお水しか飲まないんだ。こう見、意外でしょ、こう見えてもさ、私こういう甘いの飲まないんだ。これは飲みたいと思う。なんかすごいグレープフルーツジュースみたいな色してる。いただきます。うん、本当になんか酸味がそんなにない。ちょっとでも苦味があるかな。でも美味しい。なんかグレープフルーツジュースみたいな感じ。うん、美味しい美味しい。やっぱりさ、
今日売ってるこういうジュースって濃縮還元ジュースなんだよ。濃縮還元ジュースっていうのは果汁の旨味が残ってないんだよね。その分これはストレートなので本当に栄養がいっぱい入ったジュースですね。おいしい。おいしい。ほんのちょっとだけ苦みが残る。でも全然おいしい。子供でも飲めると思う。これは春田前はね、何買ったか覚えてないんだけど、前も買ったことあるの。バスタオルはこれ、ランを選びました。ランこれね、すんごいふっかふかなんだよ、このバスタオル。しかも今治のタオルなんだ。すごく気に入ってるの、このシリーズのバスタオル。こんなにでっかいの見えるかな。こんなにでっかいんだよ。ほら、私体大きいからさ、すっぽり包める140センチ。これならね、いいのよ。140センチがいいの私。すごいふっかふかなの。手触りいいよ。すごいふかふか。ただこれ最初に洗濯で水洗い5回ぐらいしてます。そうしないとなんかケバケバが出て、とてもじゃないですけど使えないので、洗濯5回ぐらい、これこのバスタオルだけで洗って5回ぐらいしやんないとちょっと使えないですね。でもその代わり本当に物はいいの。ふかふかでね、すごい吸収率もいいの。このこれはね、なんだっけ、いつぐらいに買ったんだろう、春ぐらいに買ったミモザのバスタオル。これも大きい140センチなんだけど、こっちの柄とこっちの柄で楽しめるんだ。裏表ね、違う表情があってさ、これもすごい気に入ってる。シーズンごとにバスタオル、ここのいおりさんでバスタオルを買おうと思っててさ、このランはこっちと、この柄かわいいよね。ランコットン 100%、 今治さんのバスタオル、すごいおすすめ。ちょっとね、お値段はね、ちょっとするんだけど、この140センチで5500円だったかな。でも、ほら見て、こんなにふわふわなの。すごい手触りもいいの。だから、これ、バスタオル。春が来て、今夏でしょ？夏が来て、あと、秋と冬で、あと2枚買う予定なんだ。すっごい物はいいから、本当にホテルのバスタオルみたい。すごい気に入ってる。今回人形町とちょっと東京駅行ったんだけど、全然時間が足りなくて、他にももっと紹介したいところがあったのよ。今回紹介したお店、概要欄にリンク貼ってあるので、気になった方は、ぜひ見てみてください。それでは、また次の動画で、バイバーイ。思い立ったら5分で作れちゃう、クリーミーなたらこうどん。子供のランチにも大活躍。次回も見てね。招き猫のど元気猫。